こんにちは、ゆるのみです。今回はですね、 ZRV1 ヶ月インプレっていうことでですね、話していこうと思うんですけども、まあ今日もですね、めちゃくちゃ天気良かったんで西湘バイパス走りに来てます。今はあれですね、新しくなった西湘パーキングで一休みしてるところですね。はい、いつものようにですね、ドライブしながら雑談みたいな感じで話そうと思ったんですけども、撮れた音声聞いてみたらね、もう全然使い物にならなかったんですよ。もう後ろでなんか変な音が流れちゃっててですね、使い物にならないんで、ちょっと申し訳ないんですけども、後付けの音声でやらせていただきます。はい、僕の ZRV はですね、 EHV の Z4WD ですね。9月の中旬に納車されたんで、今10月の終わりなんで、もう1ヶ月10日ぐらいですね、経ってます。でも走行距離がですね、2700キロ超えてます。もうめちゃくちゃ乗ってますね、ついね、気持ちがいいんで、走っちゃうんですよね、この車走りたくなる、で平均燃費がですね 19.8 となかなか優秀ですね、まだカタログ燃費まではいかないんですけども、まあ、かなりいい燃費が出てます。でこの車はね、非常に満足度が高いですね、本当に。強調したいのはですね、まあ気持ちが良くて楽だっていう、まあ、快楽っていう言葉につながるんですけども、まあ快感とかのね、心地よいとか、そういう意味の快と楽ですね、僕の大好きな楽、これがねピタッときますね、それについて主に話していこうと思うんですけども、まず快の部分ですね、これはね走りのことですね、走りが気持ちよくて快ですね、乗り心地がね硬いながらも、弾力のあってしなやかな乗り心地ですごく心地いいんですよね。これはシビックにも通じる、乗り味なんですけども、そうですね、もうなんか、コシのあるうどんっていうのかな、さぬきうどんとか、あのアルデンテのスパゲティ、非常に歯ごたえがあってね、それでいて、美味しい、そういううどんとか食べ物みたいな感じですね、スパゲティとか、そういう感覚と似てるかなって感じですね、非常にね奥深い乗り心地ですね。ホンダ車っていうのはそういう硬くてね、スポーティーながらそれが心地よいって感じさせる乗り味を作り出すのうまいんですけども、この ZRV とかね、シビックとか、ほんといいなって思わせる乗り心地ですね、それがね気持ちがいい。そしてね、ハンドリングですね、グリップ感がある、すごくねコーナーを曲がってて心地いいんですよね。これはね、やっぱりスポーツ SUV って歌ってるだけあってですね、あのロールしないし、僕のはね 4WD モデルなので、なおさら安定感ですよね。それがねもう本当に気持ちがいいですね、上り下りでの安定感が抜群ですね、本当。はい、そして加速フィールですね、これもねハイブリッド車とはね思えないぐらいね、すごくスポーティーな加速をします。もう段付き感っていうんですかね、そういう演出を、作り出しててですね、ついエンジン回したくなりますね、グッとアクセル踏み込みたくなる、すごく滑らかで上質なんですけど、その中にね、エンジン音がスポーティーに聞こえてくるって、そういう感じですね。ちょっとまあ余談にはなるんですけども、このね、新開発の2リットルエンジンプラスモーターなんですけども、この新開発のね2リットルエンジンがめちゃくちゃクリーンなエンジンなんですよね。どんぐらいクリーンかっていうとですね、もう排気口をですね指でグーッと、一周も触ってもですね、もう全然手が汚れないんですよ。でもう匂いも全然しない、そんだけね排気ガスがクリーンなんですよね。だからこそね、欧州の厳しい環境基準を平気で突破してくるんですよね。だからホンダはね、やっぱりエンジンを作る技術もすごいですよね。まあホンダはね、そういう厳しい環境基準を突破しながらね成長してきた会社ですんで、エンジン屋さんとも言えるんですよね。でこの、シビック EHV とかね、この ZRV の EHV に積んでる新開発の2リットルエンジン、これもねものすごい、環境にも優しい素晴らしいエンジンですね。はっきり言って、もう電気自動車いらないんじゃないかなって思う、そんな感じを受けますよ、本当。はい、そしてですね、次は楽につながることですね。
うん、運転が楽なんですよね。ブレーキホールドメモリー機能がついててですね、信号から足、信号で止まった時に足離せる機能、これがもうずっとエンドレスで続くんですよね。エンジン切っても大抵のあのブレーキホールドがついてる車ってエンジン切るとブレーキホールド機能が解除されちゃって、またあの押さなきゃいけないんですよ、そのボタンを、ブレーキホールドボタンを。これがね結構忘れちゃうし煩わしいんですよね。うん、だからそれがずっと継続するっていうのはね、すごく、うん、楽なんですよね。ストレスが一つ減るんで。やっぱりね、せっかくのブレーキホールド機能もですね、あのメモリー機能がついてないと良さが半減しちゃいますね。うん、このベゼルとかね、うん、あの ZR-V はこのメモリー機能がついてるっていうのが何よりいいですね。シビックはね、残念ながらついてなかったんですよね。そしてですね、航続可能距離がえらく長い。これもね、本当に楽ですね。やっぱりね、ガソリンスタンド探して入れに行く手間って結構、面倒だしね、時間を奪われるんですよね。それでまたストレスにもなるんで。この ZR-V はですね、57リットルタンクで、あのハイブリッドならリッター20キロぐらい走るんで、うまくいくとね、ほんと1100とか1200ぐらい走るんですよ、無給油で。まあ、1000キロはね、まあ、まず硬いかなって感じですね、無給油で走れる距離。だからね、本当に、一回満タンにしとけば、早々ね、またね、給油するってことないんですよね。これが本当にいいですね。この時もね、あの10段階のうち3まで減ってたんですけども、航続可能距離280キロとか出てましたからね。下手なね電気自動車よりも、走りますよ。もうこのかなりねガソリンタンクが減ってきても、そんぐらいねこの車はね、給油の、ストレスから解放されますね。本当そこがやっぱりタイムパフォーマンスが優れてるってことですよね。あの時間の無駄が少ないってことになりますんで、僕はそういうのをすごく重視しますね。電気自動車とか未だにね、もう毎日のように給電しなきゃいけないし、外出先でもね充電するのを待ってなきゃいけなかったり、大変ですよね。それが時間の無駄だと思うんで、そういうのは僕今のところね全然興味が湧かないですね。はい、次はですね ACC エリキャスがですね、すごく進化しててですね、高速移動が楽ですね。これ使っちゃえばほとんどもうハンドルに滑空手添えてるぐらいで勝手に走っていくって感じなんで、もう自動運転に近い感じですよね。まだ手放し運転まではいかないんですけども、もうだいぶそれに近いぐらい、車線読み取り機能とかね、ハンドルを動かす力とかがすごく良くなってます。はい、あとね取り回しがね意外と楽ですね。僕フリードから乗り換えたんですよね。5ナンバーサイズで割と小柄なフリードからですね、この ZR-V に乗り換えたんですけども、全然大きさ感じさせないかなって感じですね。シビックよりも幅広なんですけどね、兄弟車の。それでもねシビックより全然駐車とかが楽、小回りが効くんですよ。 5.5 メートルの最小回転半径で、あのバックに入れるとね、助手席の側のサイドウィンドウが下にこうに下がるんですよ。そして車線をね見やすいようにするし、 Z グレードになるともうマルチビューカメラっていうんですかね、360度の映像があのナビに映りますんで、もうめちゃくちゃ駐車も楽ですね。そこがやっぱり楽、大きさを感じさせないぐらい。はい、まあ以上が楽に関する、ところですけども、次はねコスパ、お得に関することですね。得、ここはねやっぱり燃費がいいってことですね。ハイブリッド車だとやっぱり20キロぐらい走りますんでね、リッター。それでねレギュラーガソリンなんですよね、これも大きいで、まあ走りのコスパがすごく高いです。ホンダ車は基本的には同じ価格の車同士で比較するとですね、値段に対する走りの質感非常に高いんじゃないかなと思います僕。まあ、この走りをね輸入車とかで求めるんだったら、1.5 倍ぐらいの価格すると思うしね、燃費もはるかに落ちると思うんですよね、この ZR-V よりも。だからね非常にちょっとね400万前後しますけどね、 Z グレードになると。でも決して高い買い物じゃないと思いますね。今物の値段がすごい高いですからね。もう iPhone とかも20万ぐらいする時代ですから、もうそれに対して車のね
日本車なんか特にね価格上昇をかなり抑えてるなと思いますね。まあ、ちょっと残念ながらね今回10月から値上がりしちゃいましたけどね、絶対あるのも11万ぐらい、それでもまだね十分素晴らしいコストパフォーマンスだと思います。まあ、人気の SUV なんで下取りも高いと思うんでね、そういった意味でも非常にお得な車かなと思います。そしてですね、次に挙げるとしたらデザインがいいかなってことですね。僕はねホンダはねはっきり言ってあんまり、デザインに期待してないんですよね。走りに期待して買ってるっていうところがあって、あんまり歴代のホンダ車でものすごいかっこいいなって思う車ってほとんど長いような気がするんですけども、まあ、シビックとか ZR-V ぐらいからねなかなかデザインも洗練されてきて、特に内装のデザインがすごく、センスが良くなって、いいなって感じになりましたね。本当その辺がいい。特にこの ZR-V のブラックパールはですね、遠目から見ても非常にかっこいいなって思いますね。まあ、そういうデザイン面でも満足してます。あとはですね細かい点ですけど、 BOSE のプレミアムサウンド、これが Z グレードだとついてくるんですけど、これはねさらに良くなってます。シビックも僕乗ってて同じように BOSE のプレミアムサウンドシステムついてたんですけども、それよりもワンランクね前の動画でも話しましたけども、いい音になってますね。これはねウーハーの容量が10からね15リットルに拡張されてて、さらにねいろんな音のね改善が図られててですね、より臨場感があってね迫力があってですね、非常に感動できるような音になってるなって感じします。ぜひね Bluetooth で音を出すんじゃなくて、音楽を出すんじゃなくて有線接続でですね音を出して聞いてみてください。どうしても Bluetooth だと音劣化しますし、迫力にちょっとね低音とか弱くなりますけども、有線、Type A の方からですね有線通信ができますんで、そっちから音出すとすごくいい音がしますんでね。Bluetooth の接続は切っちゃってるんですよね僕ね。突然大きな音でねエンジンかけるとね音楽流れ出したりするんでびっくりするんでね、もうなるべく Bluetooth の接続は切っててですね、確実に有線で音を出すようにしてますね。その方がいい音出ますんでね。はい、あとはまあいいことばっかり言ったんですけども、まあ、デメリットも多少言っときますね。まずね一番のデメリットはですね、まあ、これ見てる方の中にも納車待ちの方いると思うんですけども、納期が長いってことですよね本当にね。僕も1年ちょっと待ちましたね。なんでねもう本当待ちきれないんですよね。まあいい車と分かっててもですね、もうやっぱり待ちきれないぐらい長いですね。まだ長いですよね未だになかなか改善してこないんでね、その辺ちょっと本田さん頑張ってねどんどん作って納期を短縮するともっと売れるんじゃないかなと思いますね。あと細かい点ですけど、スマホのホルダーがですねシビックも ZR-V も非常につけにくい、つけづらい。ハニカムのエアコン吹き出し口は通常のスマホホルダーつかないです。まずそれとそのフロントのウィンドウの下、そこのメーターの上とかですねナビの上とかもね吸盤がつきにくい素材なんですよね。もう吸盤じゃまずつかないですね。非常にスマホをね取り付ける場所に苦労しますね。それがあります。あとまあ ZR-V はねちょっとねフロントのねハンドグリップ、要するに釣り革みたいなやつ、あれがないっていうのがね地味にちょっと痛いなってところですね。シビックはあったのに ZR-V になくなってるって、その辺ですかね。だけどまあ本当にね欠点が少ない、満足度が非常に高い車だなって1ヶ月乗ってね本当に実感してますね。もう本当にもっともっといっぱい乗りたいんですけどね、もうちょっと驚くほど年間の走行距離がいっちゃいそうで怖いんですけど、あとねもうシビックちょっとね残念ながら 1.5 リットルのガソリンターボの EX 売っちゃったんですけども、本当にね ZR-V 乗ってるとシビックの EHV も欲しいなって、そんなことね常日頃思っちゃいますね。ぜひねシビックもまたね所有したいななんて思ってますけどね。はい、じゃあもうそろそろ長くなってきたんでこの辺で終わりにしたいと思います。またいろんな気がついたことがあったらねこんな風に雑談形式で話していこうと思いますんでね、もしよろしければチャンネル登録してまた見に来てください。それでは失礼します。さよなら。